っとぶり。今回も剣士第2弾実況していきたいと思います。前回は、奴隷狩りとして新たに歩み出した信成がリドリーこと鬼柴田を仲間にしたところまで。奴隷狩りの日々がもう少しスムーズに進むかなぁと思って始めたんだけど、思いのほか厳しいことを知ったよ。基本的にテストプレイしないからこんなことになるんだよなぁ。ほらさぁ、私自身楽しんでプレイしたいから、テストしちゃうとやり方がわかっちゃって面白くなくなっちゃうんだよねー。じゃあ、道筋のない奴隷狩りの日々をする信成を、頑張っていこう。ということで、信成のステータスを。何もしてないけど、走り回ったので運動能力が、あとは売り物持ったおかげで筋力が上がってるねー。少し殴られたから打たれ強さも上がってるなー。いろいろしてる間に少しずつ強くなって、楽になっていくわず。砂嵐がうざいけど、何かあった？奥の方で戦闘があったぽいんだよね。ってことは、獲物がいる。ダッシュで確認に行ってみよう。スキマーだけかな。おまけで人も倒れてるような気がする。先にスキマーから牙と生肉取ってー。一人はお亡くなり。もう一人はギリギリ生きてるので確保。担ぎ上げて奴隷商に売りに行こう。親父、また400円か。人の値段が安い世界だよねー。奴隷売ってるよりスキマーの牙売ってる方がお金稼げる現実。落ち着いたら、動物からは肉と類外ダメにしなきゃかもねー。奴隷狩りより稼げたら意味ないもんなー。牙が1本90円でスキマー1体から6本取れるから。スキマーの方が稼げるんだよなー。さらに生肉焼いてドライミートにすれば食料も確保できるしねー。あれだ、自分たちで買った意外ダメなルール作りだなー。今は無理でも、今後そうしていかなきゃねー。街の外で肉焼いてー。雑貨屋で牙売ってー。所持金が4640円か。仲間買うには足りないし、そろそろ装備を整えていかなきゃないかもねー。今はハイエナばかりだけど、ほんとは狩らなきゃないわけだしなー。そのためには装備整えなきゃないんだよねー。あの隙間引っ張って稼ぐか。あれ、反応なし。もしかして近づいても大丈夫かな。攻撃はしてくるのかよ。でも、追いかけては来ない。定点待機型スキマーかな。信成がやられ損だね。獲物を探してたらスキマー発見。牙と生肉いただいておこう。あ、左側に戦闘の跡が。また盛大に戦ったねー。生きてるやついないの。どうかな。農民アウトローはガルまで使うようになったのか。ありがたくもらっておこう。あとは奴隷候補を探してー。なんか動いてるし。動いてるのは捕獲できないから、死にかけを探そう。ブルが死んでるの食べてるけど。美味しいんでしょう。人よりも受かるガルから。なんか広範囲にわたって戦闘したんだな。数だけじゃ侍たちに簡単に負けちゃうのにねー。一応、訓練がてら応急手当てしてー。こいつ以外みんな死んでるし。息のいいのを探すのも大変だねー。また現場を発見。さあ、売れそうなのはいるかな。
生きてそうなのいる。いるねー。一人を西畑に担いでもらっておう。奴隷商ヘゴー。二人で800円かー。もう少し値上げしてほしいよねー。荷物がいっぱいになってきたから牙とかおろう。150円を支払った。今のすりかな。信成の財布に手を出すとはけしからん。釣りを追いかける前に信成の装備を整えようかな。え、そんな悠長なこと言ってていいの？いやさぁ、殴り合いになったら嫌でしょう。そう言われればそうか。鬼柴確かまともに戦えないしな。そう、いつまでも初期装備じゃきついしねー。で、いいのあるの？傭兵の革鎧が重量的にも値段的にも良さそうかな。そういえば、重量なんてのもあったなぁ。前作では知らなくて移動速度が落ちちゃったからねー。傭兵の革鎧購入。ついでに鉢金も。今買えるのはこんなところかな。武器買いたいけど、ここあたり武器屋ないんだよなー。装備整えるために町移動しなきゃないかもねー。少しでも戦闘経験を積むべく隙間を釣ってー。侍と一緒に攻撃しようと思ったら吹っ飛びました。うん、イケポチャだね。そういう問題じゃないけど、スキマーでレベル上げはできそうにないな。侍たちは強すぎるね。そうだ、さっきのスリを捕まえよう。仲間になるとかないのかな。ああ、いたいた。話した結果、レッドさんが仲間になりました。はしょりすぎてびっくりだわ。信成同様食い詰め物のようでねー。まあ、仲間になるならスリを許してやってもいいけどなー。ただで仲間になるし、ありがたい限りだよー。新しい仲間と共に、奴隷探しに出かけよう。まだ奴隷狩りには慣れてないんだよなー。まだ狩るのはねー。お、早速戦闘の跡を発見。獲物はいるかなー。スキマーと戦った結果なのか、侍にやられたのか。奴隷を獲得できればどっちでも問題なし。いきなり戦闘が始まったし。どうやら生きてたのがまだいたようだね。ってことは、レッド加入後の初戦闘になるわけか。数は互角っぽいけど大丈夫かな。戦闘中だけど、信成が人を担いでるから下ろしてー。戦況がよくわからないなー。攻撃が分散してるせいで苦戦してるような気がする。剣士アウトロー強い。農民とは格が違うねー。ここでレッドがダウン。加入数時間でダウンとかかわいそうなレベルだねー。信成軍団主力の鬼柴田がとどめを刺して戦闘終了。まずはみんなの治療をしてー。レッドと奴隷候補生を担いでー。足やられてるせいで移動速度が遅いなー。こうなると装備を整えなきゃなーと思うよねー。みんなの回復を終えて、また奴隷を捕まえてきたので売りに行くと。信成担ぎ分は相変わらずの400円で買ってくれたけど。レッド担ぎ分を買ってくれなくなったんだよな。後で確認したら、奴隷商の売りがいっぱいになってたんだよね。奴隷売りすぎたか。ここは奴隷商の規模が小さいから、受け入れられる人数が少ないのかもねー。何この集団。どうやら元奴隷のようだけど。売りいっぱいで追い出された。そうだとすると、奴隷狩り生活はなかなか厳しいかもねー。一度バークを離れ、ノースポートに来るも何もなさすぎてさらに移動。
感じ的に奴隷の労働場所みたいなところだからな。途中、通りすがりの反乱農民ガルに出会い喧嘩を売り、三人でフルボッコにして、強いな。ようやく勝利。一体にこれだけ苦戦するってことは、かなりの能力強化が必要になりそうだね。奴隷狩り生活なまだまだ先か。そして、長距離移動してヘフトヘ到着。いろいろ探したけど、武器屋がないんだよな。で、防具屋によって信成のシャツを買うことに。少しでも防御力上げておかなきゃな。予算と重量の都合で革のシャツを購入。ズボンも欲しいなぁと悩んでいたら、もう閉店時間だから出ていけと怒られた。時間止めずに選んでしまってたよ。慌てて店を出ると、速攻で入り口閉められてるし。というところで今回はここまで。何も前に進んでないような気がする。まあ、前作もそんな感じじゃなかった。最初は銅とか鉄とか掘って、売っては掘りを繰り返してたような。あとは鉱石持って筋トレしてたような気も。それができない以上、まあ、やることがなくなっちゃうよな。今はとにかくお金貯めて仲間を増やして、そこら辺の人を狩れるようにしなきゃないかもねー。じゃあ、ほとんど前進してない信成たちの活躍を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。